ジョセフィン・エリザベス・ティルデン・ミシガン州のガルコでの最終チームジョセフィン・エリザベス・ティルデンはアメリカ合衆国のソウル医学者である。ミネソタ大学の最初の女性教授となった女性であり、カナダ、ブリティッシュ・コロンビア州の太平洋岸に研究所を設立した。太平洋各地で海藻を採集し、大きなコレクションを作り上げ研究した。アイオワ州ダベンポートで生まれ、ミネアポリスで育った。 植物に早くから興味を示し、ミネソタ大学に入学する前に、地元の植物に関する論文を発表していた。1895年にミネソタ大学を卒業し、翌年には修士号を取得した。1897年、イエローストーンの間欠泉の近くの小乳道で発見した藻類についての論文を書いた。ミネソタ大学の助手となり、藻類学に興味を持ち、 女性の採用に消極的であった上司に5年間ソウル医学の研究を継続することを条件に最初の女性研究員となった。最初の太平洋地域での調査はバンクーバー島で行い調査の多くは母親を同伴した。カナダに作られたミネソタ海外試験場の創設に主要な貢献をした。ブリティッシュコロンビア州にソウル医の観察、 最初のため敵地を見つけ、土地所有者から無料で借り入れ、私費で試験場の建物を作った。試験場は現在の保安デフューカ州立公園の中にある。教育のためには大学から遠い場所であることが議論を呼んだ。1903年に女性として初めてミネソタ大学の助教授になった。ミネソタ海岸試験場を 大学の施設とするために植物学者のコンウェイ・マクミランと運動するが国外に大学施設を持つことをミネソタ大学は認めなかった。1909年に大学はミネソタ州北西部のいたす過去に森林生物学試験場を設立した。1910年にティルデンは博士号はなかったが教授となった。1910年にアルジー・オブ・ミネソタを出版した。 この著作は、アメリカ北部、グリーンランド、西インド諸島、ハワイの総類の記述も含まれていた。学生を組織して、太平洋周辺での総類を収集ための調査旅行を行ったが、調査旅行に行くのに、大学の許可を得なかったり、無断で設備を購入するなど、ティルデンの大学内の規律の遵守が問題となるようになった。1937年に大学を退職した。 大学の大規模な藻類の標本を研究のために、ティルデンが借用できるかどうかで、大学と交渉の後、フロリダの自宅にコレクションを移すことに成功し、フロリダで研究を続けた。1935年の著書、アルジーゼアライフリレーションズは、アメリカの学者による最初の海藻や淡水モの植物賞に関して書かれた著作である。ティルデンは、 植物の学名で命名者を示す場合に、ジョセフィン・エリザベス・ティルデンを示すのに使われる。ありがとうございます。